し、カエル雲城も突破。ことじけなし。でこれ手を打ちましょう。ここまで16日、我に続け。こいつだと15日、ということはこの舞台一旦返してあげてこのまま行きましょう。勝ち、よし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 、勝ち時を上げる。順調ですね。じゃあ砥石に向かえ、進め。でここさすがに落ちる、交渉してみるか。97、長野成森。ゲーム序盤で成政が死んだ後両親だったやつだけど、やっぱり武田に取られてたんですね。順調だ、このまま一気に果たせずか。一気に取夏になってしまったか。多少厄介になったという感じだな。じゃあこれこのまま時間の方をどんどん進めていきます。この城もらい受けよう。12000、厄介すぎるだろ。砥石、砥石じゃねえか。あれ駿府館に到着。方位22日だけど交渉ができるね。信繁か、武田信繁弟ですね、信玄の。まあ、ここは全面で、これで20日分の兵糧も手に入って明け渡せたんで、これはでかい。出陣するぞ。じゃあもうガンガン進めていきます。よし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 、完璧だ。でこれ直江隊を下向かわせるのってちょっと、だったら多分この近場の3部隊とかを行かせた方が米的には楽なのかな。まだこんな人数はもちろんいらないんで、時間のかかるのをひたすらに削っていくと。17日、もうちょい近くで出ない。岡崎まで入れたとして14000、十分だ。これいきましょう。じゃあ時を進め。砥石到着か。2日だけど交渉できるね。交渉しよう。いけ中田か下妻さん。2日待つのか。2日待つということなんだけど、打って出てこられるのも面倒なんで、ここ攻撃で2日待ちます。皆の者、勝ち時を上げよう。砥石隊突破。かたじけない。で手を打とう。これはね、今度こっち行かないとダメじゃない。いざ参ろうか。国峰、まあ、そろそろ北条とくっつくということで領地が、それは面倒くさいんですが、まあ、いかしかたないでしょう。海津に到着。海津も交渉で落ちるみたいだけど、どうだろう。武田信玄89、サクッといきますね。勝ち時を上げ、手を打ちます。こっちかな。ここはいつ落ちるんだい。あと4日、厳しい。まあこのまま、時間の方を進める前に米をもらうか。かしこまった。多少米をくれないと困っちゃうよ。さすがにもうこれ以上くれないか。2年同盟。かしこまった。これでいくか。ギリ耐えると信じてこのまま行きます。このよし、土地はもらったぞ。かたじけない。まあ耐えてるな。地味に耐えてるという。皆の者、
米が切れると言ってますが、本当か？我が部の前に敵はおらぬ。よいしょ。ナイスですね、アマカス隊。片付けない。かなり仕事はしてくれたんで、アマカス隊はじゃあ一旦返してあげて、これで多少兵糧の持ちが増えたかなと思います。このまま。よし。勝ち時を上げよう。じゃあこいつらも返してあげて、勝家隊一旦ご帰宅。で、これ思ったんだけど、宣戦布告をすることによって兵糧は回収できるぞ。どっかしらに。毛利、毛利やだな。毛利も北条も嫌ですね、この場合。ちなみに北条くんは米いくつ？65万じゃないよね。ちょもう一回確認しよう。あの北条が米がないだと？6万5000しかないな。ってことは北条攻めてこれないから、北条に対して宣戦布告いたしましょう。立ちはだかる者滅するのみ。これで大量の米送られてくるんで、ほら大丈夫だ、問題なくなったぞ。うん、全然耐えられるね。これより表情を行う。じゃあ表情ということで、まあ軍事と論議、これポイントはもうハマってますね完全に。じゃあまあ取りたい能力適当に取っておきましょう。商業提案力上昇、こんなもんですかね。ご命令を。これ借りた狼藉打ってなかったのつらかったんで、借りた狼藉発動してきます。多分米足りなくなったのこれのせいじゃないか、切れたのを忘れたっていう。上杉軍馬で交換してくれるみたいなんで、これはじゃあもらいましょう。48日で交渉ができると。この城もらい受け。サクサクって言ってますね。これは順調と言った感じだ。で、北条さんの米は残り6万だけど、兵糧収入10何万あるんですね。これだけは、まあ、厄介といった感じだけど、まあうちがこうやって攻めてる間に兵糧を貯めてくれればね、全然 OK なんで。筒井純慶、63%。通るね。勝ち時を上げよう。よし、手を打とう。頼むぞ。進むのだ。美濃屋に向かえ。沼田に到着。沼田包囲20日で落ちるのか、いいな。ここは兵糧サクッと手に入れてほしいぞ。勝ち戦だ。勝ち時を上げ。サクッと取れたな。じゃあまあここ騎乗で、でそういえば毛利あんだけいろいろやってたけど兵糧27万あんのか、ちょっと毛利は手に負えないですね。ただ元就がそろそろ死ぬっていうものが出たんで、まあ、どうにかなるでしょう。それにしてくれたら米くれるよって言ってるんで、こいつ従属してるやつなんで慣例上げても問題ないんで承諾します。この役職を安く売り払い始めたら幕府が腐ってくっていう、免罪符と同じ感じがするけど大丈夫かな、役職の兵糧売り。心配ですね。よいしょ。でこれ1日なんだけど、攻撃にしとかないと打って出てくるみたいなめんどくさいことになるんで、攻撃にしときましょう。皆の者勝ち時を上げよう。さすが北条、3万の軍を出してますね。片付けない。行こうか。よいしょ。じゃあこれ3万出し続けさせた方がいいの？そんなことはないか。さすがに、さすがに一体返すか。容赦せぬぞ。打って出てきた。勝ちを重ねて天下を目指す。勝ちましたね、ようやく。じゃあラスト1と。進め。ここを手に入れたら終わりだ。容赦せぬぞ。打って出てくるが
勝ちは揺るがん。勝ちを重ねて天下を目指す。よいしょ。ということで武田家は浮武によって滅ぼされました。どうなの武田家臣織田家臣より優秀じゃねえか。織田より圧倒的に人材揃ってますね。よく勝てたわ本当に。まあ全員ありがたく登用いたしましょう。で一旦返してあげて、これ、まあ、北条さんが出てるんですけど、これ多分ね軍出しとかないといけないと思うんだけど、どう内有利で当たれそうなところにちょっと軍出しといて兵糧だけ減らさせるっていう作戦を取りたいところではある。この準拳銃破壊したいですね。5万、さすがに5万出しすぎじゃない。うちの米がなくなる気がする。今何月だっけ。9月でしょ。ここに5万で行くと持つんだな。進め。じゃあ5万出しましょう。5万出すとけば北条もこれに対応した軍、まあ、つまり5万以上の兵を出さないといけなくなる。で、あっぶな、長宗壁対毛利始まったよ。これは長宗壁につかないといけないんで長宗壁につきます。助立ちいたす。城と将兵を貸してほしい。あ、全然貸せよ。いや安いな、まあ、今だと金銭が欲しいかな。よいしょ。一騎が起きてますね。さすがに長引いてしまったんで戦争が、これは仕方ないにしても、この下位の土地のさ、国のなさ、あと1カ国か、あと1国なのか、いいのか、兵糧攻めという終わり方をしてしまう。これ、米いく6万でしょ、うちより出してくれるんでしょ。そんなんすぐ米なくなるに決まってるんで。どこに軍を置いとくかっていう話なんだけど、狩田狼藉の効果をちょっと使うために出陣する。一応敵の土地に軍を出しないといけないっていうルールがあるんで。そして浮田包囲網。お、母と畳と野衆と肥前国今山大友軍本陣。敵衆だ、敵の野衆。敵陣は乱り切っておる。皆敵将が首を狙え。話は数刻前に遡る。数刻前、龍蔵寺高信居城。龍蔵寺家当主龍蔵寺高信は大友との戦いは決意していたものの、直重の進言する野衆には賛同しかねていた。高信様、敵は前祝いと称して酒を振る舞っている様子。今こそ野衆の機にございますぞ。野衆か、いくらなんでも焦りすぎじゃねえか。急だからこその野衆にございます。むむ、ちと待ってくれ。数分後、直重、わかったぜ。今すぐ出陣しろ。野衆をかけるんだ。お聞きでいただきましたな。されば支度をいたします。この直重、野衆がならねばこの城に戻るつもりはございませぬ。これがその証でございます。直重は刀を抜くと畳に2度切りつけた。この行いは出陣時の龍蔵寺家の作法であった。しからば失礼いたします。直重、凄まじい気迫じゃねえか。あいつのあんな顔初めて見たぜ。俺が母上に叱り飛ばされて野衆を決めたなんて、格好悪くて口が裂けても言えねえな。そして一生の決意を込めた直重の野衆は見事に成功し、大友軍は大混乱に陥っていた。物事には死生の二つがあるのみ。二つに迷わず死を選ぶが武士と見つけたり。かっこいいですね、直重先輩。さすがイケメンといった感じではありますが、
でこれにより米がね大量に手に入ったんで、まあうちとしても表立って動けるようになった。で表情は17万あるということで、これまた厄介ですね。でこれもしかして佐竹欲しいな。伊達が恋も参加しただと、それもめんどくさいですね。まあなんかこの辺とかいろんな軍を出そうとしてればそのうち落ちるんじゃねえのっていう気もしてるんだけど、ちょっともうちょいこれ1万6000ぐらい出ない？あとちょっとだぞ。手柄を立ててみせようぞ。まあ行ってみるか。民の穏やかなる暮らしを守る。北条は結構兵はいるんで出させられたら面白い。そして計りごと大きか、それ厄介だな。そして大友対長宗我部、まあ長宗我部つくけど、助立ちいたす。毛利はね今じゃなくて後でで全然平気で、兵がなんか無駄に集まるようになってきたらこれ本当にもう終わりっていう感じになるんだけど、集まってますねここ。出陣する。4万7000しかいないんでこれチャンスでしょう。進めます。そして上杉対南部、上杉につくか。立ちいたす。うちはもう北条だけやればいいでしょう。ポンと、あ負けた。ちょっと待って、負けると思ってなかった。我が領内に敵が迫っております。そして毛利元就が3万の兵で攻めてきたと。浮田直家がここ出るんだね。3万の兵で攻めてきてくれんの？3万の兵で攻めてきてくれんの？ここめちゃめちゃ有利に戦えるやん。軍なんか出さなくていいぐらいに戦えますね。じゃあその間にこっち攻めちゃわない？元就軍まともに出れなさそうだし、普通に倒せたらそれはそれで美味しいということで、勝頼対5万、こっちかな。2万、あまあまあまあ6万もいらんな。ここ3万ぐらいでいい。もうサクッと終わらせたいですね、できれば。でここか。俺が今忘れたばっかりにめんどくさいことになってるような気もするが、いいね。参るぞ。ここ8000人、敵が我が領内に向かっております。吉川元春が1万で攻めてくれと言ってるけど、どうなるんだ。8900、ここに1万でしょ。勝頼隊が出るな。勝頼隊が出るなら全然問題なく倒せるんだが、ギリギリまで待ってからでも遅くはないはずだ。これより表情を行う。このままやっていきましょう。よいしょ、庄内振動が見えたぞ。兵糧消費はねこれ以上削られるのは良くないんで、ぜひとも欲しい能力だ。庄内振動これだ。これで兵糧がさらにたくさんもらえるようになりましたね。あこんなもんでいいでしょう。でだ、対名カリタは売ってないな。農兵制でもいいな。特にすることがないというなんか悲しい感じになってるんですが、大丈夫ですか？いざ。ここ1万5000出てきてるようですが、さすがに厄介なんでここから準権所から取っていきましょう。じゃあ時を進めます。動かざることを山のごとし。進め。行け。方位41日、八王子に軍出てるな。やっぱりいざ参るぞ。
出陣する。じゃあこれこのまま時間ちょっと進めていこう。勝ちは揺るがん。弱者に死を、それが戦場よ。備中高松城に到着する。で、ここね場外決戦で勝てると思うんで場外決戦を挑みます。多分勝てんじゃない。負けた。あれ、うち有利だったはずなのに。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。